ーニングダンスダイエット、今日はヨガやります。アスリートの皆さんとかダンスたくさん踊ってる人たちは筋力すごい使ってるから股関節周りに力が入って股関節硬くなっちゃうね、はい、なので今日は骨盤の矯正をします。はい、必ず鼻で持って呼吸してください、はい、いいですか。では足を少し広めに開いて手を後ろにつきましょう。そう、ただ膝を床に、そうです、自分のペースでいいので、そう、そう、そしたら右の膝をつけた時に膝が90度になるようにしましょう。はい、右の手上抜けてゆっくりお腹から伸ばして真後ろでツイストです。手の位置自分でやりやすいところに調整して、そう、体ひねりましょう。体柔らかい人は肘を片方でもいいよ、両方の肘床つけて、はい、息吐きますね。真後ろですよ。はい、肘を床から上げて、はい、右手バンザイ。はい、OK です。逆いきます。はい、ただ手伸ばして真後ろです。はい、肘床できる人はつけていきましょう。できなかったら右の肘だけでいいよ。鼻呼吸します。伸びるよね。はい、すごい伸びる。はい、左手をお腹からゆっくり戻して正面向きます。はい、そしたらは足を揃えて、はい、尻歩きどうぞ。なるべく大股で、はい、はい、後ろに戻りましょう。呼吸してください。戻るときは足の付け根からね。はい、おしまいです。自分の後ろに戻ったらばカエルです。恥骨からかかと30センチぐらい開いて大きなひし形作りましょう。で、そのときに手首で持って肘、足首引っ張らないように力抜きましょう。前に出ていいよ。ただ頭つくまないでお尻から息吐きながら順番に倒れていきます。下まで行く必要は全然ないので自分のかかとの方に体を寄せていきましょう。顎を上げないでね。はい、じゃあお尻からゆっくり戻します。はい、そしたら足も一回広げましょう。左のかかとを右の膝の上に乗せて手後ろでゆっくり揺らしましょう。あ、伸びるね。伸びる。伸びます。じゃあ右のお尻が痛い。右のお尻が痛い。確かに。ふってならないように呼吸してください。伸びるよね。汗かいてきた。分かる。はい、そしたらば右の膝を床につけます。だから右の膝今右向いちゃってるから正面に戻してる。はい、でかかと床つけて膝の上に膝、鼻膝膝、はい、手で足持って太もも胸に近づけてツイスト。肩の力を抜きましょう。はい、腰伸ばします。丸めないように、少し胸張るような意識の方がいい人もいるから鼻から呼吸しましょう。お尻伸びてるよね。伸びてる。逆いくよ。はい、逆も一緒です。背中丸めないようにして右向きましょう。できない人のために、これできない人、お尻が床から浮いちゃう人は下の足を伸ばして行いましょう。はい、どうぞ。お尻は必ず床につけてくださいね。これ2つあるよね。はい、で、できる人は下の足を曲げるね。今はあと体の硬い人バージョンね。はい、右向きますよ。ツイスト、鼻呼吸です。左のお尻が床から上がらないようにしましょう。はい、戻します。そしたら下の足を完全に伸ばしたらば、まず柔らかい人は膝の上に膝を重ねてください。はい、したら硬い人はかかと床つけて立たせてください。はい、2バージョンでやりますね。だからみんなその状態で右手手のひら上で外です。鼻から息吐いて吸って、
どっちでもいいからね。下の足は曲がってても伸びててもどっちでもいいです。ただ力入れないでね。はい、ゆっくり戻って逆に行きました。さあ、ゆっくりでいいよ。両方の手後ろで、でもね、すっげえ股関節が伸びると思う。腰がボキボキボキっていう腰が伸びる、伸びるよね、はい、ゆっくりでいいよ。そしたら膝を床に倒して、膝が正面になるようにちょっと直してください、はい、かかと床つけて、はい、はい、胸に寄せて下向かないように息吐きましょう。肩じゃなくて肋骨ごとお腹からツイストする感じで右向いて、そう、手であまり足を引っ張る必要はないですよ。太ももを胸に近づけるイメージで胸張っていきましょう。息吐いて、はい、逆行きましょう。左向いて、そう、肩じゃなくて体の真ん中からぐーっとツイストしていきましょう。呼吸ね。OK、 前向いたら下の足を伸ばします。体の柔らかい人はそのまま膝の上に膝を合わせてください。これちょっと痛いな、右のお尻が浮いちゃうなっていう人は膝を上に立ててください。どっちでもいいです。右のお尻床しっかりつけましょう。右のお尻を床につけます。はい、左の手のひら上抜けてから伸ばします。呼吸するよ。肩力抜いてお腹から手を伸ばしていきます。はい、ゆっくり戻しましょう。 OK、 だいぶ伸びてね。そしたら足を伸ばしたら前へ並ぶ、足を息吐くのかきながらお尻からゆっくりつけていきます。そう、ゆっくりね。肩の力抜いてなるべくゆっくり寝転がります。手のひら下です。へそを隠してください。はい、膝曲げましょう。その時に足少し広めに開いてください、はい、そしたらお腹引っ込めておへそを床に近づけていきましょう。ぐーっと、そう、肩力抜いてお尻の方から床から持ち上げますよ。はい、骨盤丸めてどんどんお尻を天井の方に上げていきましょう。その時に膝とお尻と胸が一直線になるので高く上げていきましょう。反らないように気をつけて、太ももの後ろが力が入る場所を見つけて、あと足の親指の付け根、そう、そこお尻と太ももの後ろに力が入っている状態を作ります。お腹引っ込めますよ。じゃあ今の逆ね、背骨の上の方からゆっくり床につけて下ろしてきてください。はい、両足、手足伸ばして手のひら下です。はい、目をつぶりましょう。体の力を抜いて床に全部体を落とすようなイメージですね。最後です、呼吸してください。鼻呼吸。手を組んで頭の上にぐーっと思いっきり伸びてください。うん、 OK、 後ろ伸びていきましょう。前見ていいよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうです？すごい、なんか、うん、呼吸が楽になった感じがします、うん、なんかふわっとしてるよねあの視界が明るくなったよねキラキラって感じ。アスリートの人とかダンスいっぱい踊った人は股関節周りがあの力が入って硬くなっちゃうので骨